はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。直樹です、ね、今日は皆さんにきっと憧れを持っている絶対音感をお届けしようかなと思って動画を撮っておりますね。絶対音感、音楽やっている人にはね、もうすごい有利ね。やってなくても一度耳にしたことを奏でられれば、ね、人気者間違いなし。例えて言うなら、鬼滅の刃のあのグレンゲですか、あれはね、あ、僕グレンゲ弾けるよなんて言ったら、ね、クラスでも人気者間違いないと思います。というわけでね、今日は皆さんに特別にお教えしたいと思います。まずね、あのサビのどうしたってっていうのはファラソラシーなのでね、どうしたって違うな。今なんか音合ってました？違うな、絶対違うな。じゃあ